みんなは俺が回る。風の赴くままに風の中、雲、風を知れ。そこだ、せい、稲光すなわち永遠なり、せい、はっ、せい。
ちはあります。もみちは散らまく惜しみ。股間奥義、この剣はわかるかい。全力攻撃だ。裁きの雷槌、無我の境地。てっ、ふっ、はっ、ふっ。風の行く先を見切りました。みんなは俺が守る。風の向か、雲の行くごと。さあ、ゆるぞ。ここより弱滅の時、せーっ、しっ、やっ、せーっ。風よ、そこだ。裁きの雷槌、動くべきだ。風を知れ。はっ、歌よ、錦となれ。全力攻撃だ。もみちがを散らまく惜しむ。風の赴くま、稲光、すなわち永遠なり。逃げ道はありません。さっ、よっ、ふっ。風を知れ、そこだ。雨描きがたし、みんなは俺が待つ。雲がく、借りなく時。さゆるか、無我の境地。ふっ、ふっ。
いざ！はっ！参る。
会場に行ってみよう。超運のやつ一体何に遭遇したんだろうな。めちゃくちゃ気になるぞ。ねえ、さっき聞いたこと。今日は太陽が輝いてるね。あの風に舞う葉っぱが石門を越えたら、みんなに今日のテーマを発表するよ。両国シーカー握手歓談会2日目のテーマはツイクです。ツイク、確か決まったルールで創作するリーユエにおける習字的技巧だったはずです。詩の穴埋めのようなものでしょうか。天と地、雨と風、大陸と青空、イノシシと甘エビ、タケノコと松茸、すでにある上の句に対応する下の句を作るんだよ。身近にあるものからインスピレーションをもらえば全然難しくないんだから。上の句と下の句が整っていて、雰囲気と韻律が対応してる必要があるよ。どんな詩のスタイルにも通ずるものはあるけどね。みんながインスピレーションの風をたくさん捕まえて素敵な詩を作れるよう、今日は特別に財風の要素を加えるよ。財風？財風というのは野外を歩き回って詩に書き入れるのにふさわしいイメージを集めることなの。もちろんみんな安全には気をつけてね。今月のお浄土はもうノルマを達成してるんだから、注文が増えたところでこの道主がにっこりするだけだよ。とにかくみんな自由に行動して、両国の美しい景色を楽しみながら美しい詩を考えよう。夕方にここでまた会おうね。旅人、行く秋と長雲、それにモンドのお友達を集めてくれないかな。お願いしたいことがあるんだ。うん、昨日のことだよな。え、じゃ、よろしくね。簡単に言うと、これからの財風で
少し気にかけてほしいことがあるんだ。本当にいいのか？僕の個人的な問題に皆を巻き込んでしまって。そんなことをおっしゃらないでください、趙雲さん。神団長は僕らに、皆で協力して交流を深めるのが大会の意義であると言いました。お互いに助け合うのは当然のことです。モンド周辺の異常を調べて騎士団に報告するのも私たちのお仕事ですから。私も気にしてない。ついでにお酒の材料も集められるから。ひひ、友達と遠足に行くと思えばいいんだぞ。それなら楽しいだろ。君はおとなしくみんなの好意を受け取ったらいいんだ。わかった、みんなありがとう。この恩はまたいつか返す。それじゃあ2つのグループに分かれて行動してもらおうかな。それは探索範囲を広げるためでしょうか？それだけじゃないよ。僕たちはシーカ大会に参加してるってこと忘れないで。せっかくの財布なのに全員が同じ景色を見てたら意味ないだろう。詩の独創性に関わってくるんだからね。確かに。でもどのようにチーム分けを？そうだね、くじで決めちゃおっか。おお、ますます遠足気分だな。くじか。リーユエの方々と同じチームになったとして、果たして僕はちゃんとお話できるでしょうか？紙ならここにあるよ。誰か最初に引きたい人はいるかい？もちろん、オイラが一番だ。うん、じゃあ旅人とパイモン、リオナ、ショーンが一つ目のチーム、そしてユクワキ、ミカ、ノエルが二つ目だね。ノエル先輩がいてよかったです。お二人にはお世話になるよ。いえいえ、そんな。僕もどうかよろしく頼む。みんな気をつけて、夕方にまた会おう。忘れ物はない？大丈夫なら私たちも出発しよう。うわぁ、あの耳と尻尾は本物なのか？モフモフしてる。うん、ディオナさんはどこか行きたいところはあるか？ディオナでいい。それに探し物をするなら趙雲、まずあんたが例のやつを見たって場所じゃない？隊長？からかわないでくれ。みんな財布を楽しんでね。今晩の素敵な追句楽しみにしてるよ。
それが現れたのはすぐそこの水辺だ。ただ当時は少し霧がかっていて、姿形ははっきり見えなかった。景色は綺麗だけど、なんだか寂しげなとこ。趙雲って普段からこういうとこを散歩してるの？散歩ではなく、鍛錬に来ているんだ。鍛錬？あ、騎士が戦う訓練をするようなもの？少し違う。僕はリーウェの奉仕だから、普段の鍛錬は主に妖魔を退治するためだ。例えば砲術とか。妖魔を退治？それがどれだけすごいことなのか、ずっとみんなに証明したいと思っているんだけど、残念ながら機会がなくて。ジョーンは千年に一度の巡洋の体っていう体質なんだ。妖魔たちは趙雲を見たらみんな逃げちゃうんだぞ。ふーん、でもそれっていいことじゃないの？いいことなもんか。妖魔に出会えない奉仕なんて形なしだ。この体質のせいで僕を詐欺師だと疑う人も多い。そのような体質は当世の奉仕に伝わる術より希少なもの。珍重すべきだ。高魔体制？あなたたちの知り合い？うん、こいつはショウ、リーウェイの仙人なんだ。仙人？初めて見たにゃ。あ、こんにちは、仙人様。ショウで構わない。ショウもここに鍛錬しに来たの？それとも財布？この奉仕が遭遇した者のことを聞き、用心すべきだと思った。故に来た。旅館の者には言ってある。何かあればすぐ戻るつもりだ。気にすることはない。申し訳ない。高魔耐性のお手を煩わせてしまうなんて。我はすでにこの地を巡ったが、異変らしきものは見ていない。お前が遭遇したものはおそらく妖魔ではないか。あるいはすでに去ったのだろう。そうか、無駄足だったのかな。何もない以上は我がここに居続ける理由もない。そうだぞ、今は他の人もいないし、何にも気を使ったりしなくていいんだぜ。だが僕も仙人様に残っていただきたい。せっかくの機会だから、仙人様には妖魔退治のことをお聞きしたいんです。わかった。なんだかシャイな仙人様みたいね。それともリーウェの仙人ってみんなこんな感じなの？趙雲チームに新メンバー加入だぜ。いつの間に僕のチームになったんだ？それにもう仙人様が加わったんだから、どちらかというと。まあ気にすんなって。そういえばリオナはお酒に使う材料を探したいって言ってたよな。うん、せっかくリーウェに来たんだから、お酒に入れるものをいろいろ集めておきたいの。リーウェには絶雲の唐辛子っていうのがあって、喉が焼けるように熱くなるって聞いたんだけど、
本当なの？お酒に入れてみたいにゃ。絶運の唐辛子を？多分飲み物にしても美味しくないと思うけど。本当？そういうのが欲しかったの。早速取りに行こう。他にもスライムの液体と山椒魚の宝玉も欲しいかな。そんなものを入れて本当に飲めるんだろうか。なんだかシャンリンと似たものを感じるな。とても真剣にバーテンダーという仕事に向き合っているんだな。そんなわけないでしょ。私お酒より嫌いなものなんてないの。大人は酔っ払うとろれつが回んなくなって呼んでも答えなくなったり、そのまま床で一晩中寝ちゃうこともあるんだよ。これは全部お酒のせいなんだから。だから私一番まずいお酒を作って、お酒がどんなに悪いものかみんなに思い知らせるの。そのためなら毎日リーウェに来て絶運の唐辛子を取ることになっても構わないにゃ。そこまでしなきゃいけないのか。当然、今までの試みは全部失敗に終わってる。あの酔っ払いおじさんたちを反省させるどころか、おいしいおいしいって絶賛の嵐なんだから超ムカつく。そうなのか。そんなものを適当に入れておいしくなるなんてことが。嘘じゃないよ。信じてくれないならこの場で作ってみせるから。それは待ってて。まずい、本当に絶運の唐辛子を入れるつもりか。彼女の言うことが本当なら、それもある種の体質と言えるかもしれない。しかし彼女自身に原因があるようには見えません。何か他の影響によるものでしょうか。まさか妖魔。違うな。彼女の体に邪水の気配はない。むしろ何か特殊な跡のようなものを感じる。リーユエにおいて彼女のようなものには千円があるという。できたよ。はい、ショーにも一杯。この色はしっかり絶運の唐辛子が入っているな。どうしたの？もしかしてアレルギーでもあった？安心して、アルコールは入ってないから。スライムの液体をベースに絶運の唐辛子とカエルの足を混ぜただけ。いやいや、その組み合わせで美味しいわけないだろう。仙人様は一口で言った。コウマ大生が飲んだのに僕が飲まないのは失礼だよな。
超物だぞ。後でおかしくなったりしないよな。これはおいしい。確かに唐辛子の味がするのに、それがちっとも浮いていない。シャンリンが思いつきで作る料理や、ユクアキのやつが僕をからかう時のデタラメな飲み物とは全く違う。爽やかな口当たりに、ほんの少しピリッとする辛み、絶雲の唐辛子の香りと、カエルのしつこくない滑らかさが絶妙にマッチしているんだ。それにスライム、僕は知らなかったよ。スライムから青々とした草と清らかな泉のような香りがするなんて、自然は不思議だ。そうだろ、なんだってスライムが一番おいしいんだぜ。はあ、また失敗。でもチョウウン、なんだか急に口数が増えたような。大丈夫？大丈夫だとも。なんならもう一杯いけるぞ。リオナ、おかわり。僕は、はあ、落ち着いてきたようだ。すまない、みんなには恥ずかしいところを見せてしまった。ううん、辛いものを食べても大丈夫か私が確認しなかったせいだもん。純陽の体がこんなに大変なものだったなんて。あ、そんな。実は僕だって、飲み物を口にするまでは君の言葉を疑っていたんだ。はあ、なんだかこの二人って意外と似てるな。うん？そう、どうかしたか？あそこを見ろ。葉っぱ？葉に何か書かれている。え？ここからそんなのわかるのかよ。うん、そうだな、今にも飛んでいっちゃいそうだぜ。本当だ、詩が書いてある。コウマ体制は目もすごくいいんだな。どれどれ。初めて好きな人に出会った時のことみたいだ。だが最後の内容を見る限り、二人は結ばれなかったようだ。なぜ落ちた葉に死など書く。流れる水に心はない。落ちた葉が流されてしまえば、死はそのまま沈んでいたかもしれない。理解できない。間違いない。確かユクアキも前にそんなようなことを言っていた。言えなかった、あるいは伝えられずにいた言葉も、文字にすればシーカに託すことができると。泉に向かって秘密を打ち明けるようなもの？私も小さい頃はそういう風にしてた。そうは言っても、この作者だってやっぱり誰かに見てほしかったからわざわざ書いたんじゃないのか？はあ、いっそ私たちでこの詩の返事を書いてあげるのは？でも誰が作者かなんてわからないし、どうすれば。
上流へ行けばいい。上流？炭の跡を見るに、書かれてから間もないようだ。この落ち葉は流れを下ってきた。ならば、同じ水域をさらに遡って放てばいい。おのずと書いた者の居場所を通るだろう。落ち葉を流して潮返すなんて、すっごくロマンチックだな。でも、その人がうまく拾える保証もないでしょう。それならたくさん書いて、いろんなところから流してみよう。努力は人を裏切らないというだろう。きっと、どれか一つは見てもらえる。他に方法もなさそうだ。伝えられずにいた言葉、このまま沈むに任せるのは惜しい。我はシーカには明るくないと。葉っぱを流してきたぜ。ちっちゃい船みたいにゆらゆらしてたぞ。あと何箇所か流してこよう。暗くなる前に会場に戻らないといけないから、急がないと。よし、出発。なにこそこそしてるんだよ。なんか内緒話でもしてるのか。なんでもない。ただこの行いが無駄にならなければいいと思っただけだ。悪くない風景だ。一つこの辺りで採風と行こうか。ここを拠点にされるんですね。お待ちください。すぐ皆様のテントをご用意します。いやいや、僕たちインスピレーション探しに来ただけじゃないか。そんなわざわざ。では皆さんの安全を確保するために僕は周囲を一通り偵察してきます。ついでに薪と食材を確保できないか見てみますから。待った、偵察？周辺環境の観測に進路の確保、どちらも野外行動における基本ですから。こんな風に出かけるだけでもモンドでは随分手の込んだことをするんだな。二人にとってはごく当たり前のことみたいだ。ここでおかしいのは僕の方か。わかった。それなら僕もミカさんと偵察に行こう。え？あ、
その、はい。早く、何か話題を考えないと。景色、天気。承知しました。それでは拠点は私にお任せください。行明さんはよく財布にお出かけになるんですか？うん、家にいて気分が晴れない時はこうして外に出かけるよ。儚い人生の中で一瞬のいとまを得るというやつさ。なんだかすごいですね。あそこに薪がありますよ。ご心配なく、速やかにテントをご用意しておきます。わかるかい？私は精神と共にあれ。これと僕が持参してきた食材があればそれなりの昼食をご用意できるはずです。ミカさんは野外で生活する術に心得があるようだ。恐縮です。僕はセピュロス騎士団の一員として大団長の下で遠征を経験しました。そこでは観測や地図を書くのが仕事だったんです。ほほう、それはまるで小説の登場人物みたいだ。剣を手に各地を旅する。そんなに大層なものでは。恐ろしい敵と相対した時だって僕にできたのはより実力のある方にお任せすることだけでした。それは謙遜というものだよ。義経の真意は武にあらず心なんだ。どこにいるとか功績の多い少ないというのは関係ない。他人を助けようとする義の心があればそれは義経と呼べるんだ。行明さんのお話は少し難しいですね。でも同時に僕が今まで考えもしなかった視点です。もしもし、どうかしたかい？そろそろ戻った方がいい。あんまりノエルさんを待たせてもよくないからね。あ、そうですね。動くべきだ。
お帰りなさいませ。すべて順調でしたか？汗を拭きしましょうか？いえ、ご心配には及びません。周囲に危険は見当たりませんでしたので。ノエル先輩の料理の腕前はさすがですね。どれもとても美味しかったです。ああ、実に感服したよ。まさか外にいてこれほど体の芯まで染み入る料理をいただけるとは。お口に合ったようで何よりです。ゆくあき様は普段お外でどんなものを召し上がっているのでしょう。うん、いつも僕はこっそり出かけるから簡単な携帯食が関の山でね。あとは道中で果物でも取ってご機嫌な昼下というわけさ。こっそりというのはつまりお家の方に黙ってお出かけになるのですか？その通り。まあ時々は用事があると嘘をついて出ていくこともあるけどね。それはもし見つかってしまったら反省室に閉じ込められてしまうのでは？そう、だからバレてはいけないんだ。そういえばお二方は偵察の折どんなお話をされていたんですか？行明さんと僕は義経について話していました。今思うと行明さんの理屈に照らせば僕はノエル先輩こそ義経の化身だと思いますね。え？私ですか？ノエル先輩は普段騎士団で熱心に人助けをされているだけでなく、外で訓練をされる際もモンドの住民たちを助けています。以前巨大な岩が道を塞いだ時もノエル先輩は剣の一撃でそれを真っ二つにして文字通り道を切り開いたことがあるんですよ。おお、それは確かに強心だけでなく武技を兼ね備えていると言えるだろうね。急にそのように褒められると照れてしまいます。そろそろ財布の本題に入りませんか？フーターさんはイメージを集めるとおっしゃっていました。ですが僕たちがやったことといえば薪を集めてご飯を作ったくらいで、何を書けばいいのかまだ分かっていません。何でも書いていいんだよ。石箔を見て自分の心も玉のように明るく澄んでいるのだろうかと感じる時もあれば、芸商花を見てその美しさを人の精髄に重ね、いつかは枯れてしまうのだろうかと悲しくなる時もある。自分の内なる感情を外にあるものと結びつけるということでしょうか？その通り。これはたくさんある方法のうちの一つだ。ほら、ご覧よ。橋の上で女性が欄干に持たれて遠くを眺めている。彼女が何を思い悩んでいるにせよ、流れゆく水さえその悲しみを洗い流せない。あら、あの方とは昨日会場でお会いした気がします。私たちに詩の謎解きを出してくださいましたよね。ご挨拶に伺いませんか？形は精神と共にあれ。どうもお嬢さん、また会えるなんて奇遇ですね。こんにちは。皆さんもここにはインスピレーションを探しに？
ああ、自己紹介させてもらうよ。僕は翌秋、こちらの二人はノエルさんとミカさんだ。昨日は謎解きの鬼に便宜を図っていただきありがとうございました。大したことじゃないわ。皆さんが楽しんでもらえたなら何よりよ。私はカリロエ。カリロエさんはフォンテーヌからいらっしゃったのですか？ええ、この辺りには旅行で来たの。たまたま石門でシーカ大会が開かれてるのを見て、つい興が乗ってしまって。カリロエさんの昨日のお題は実に独特な趣があって印象に残ったよ。もしかしてリーユへの詩を専門に研究していたことがあるのかい？全然そんなことないわ。道中でいろんな人たちとおしゃべりしているうちに自然と身についたのよ。とっても飲み込みが早いのですね。なるほど。この橋に足を止めているのは流水から試作のインスピレーションを得ようと？死にはまだ取り掛かっていないのよ。ただ静かで平和だなと思ってつい見とれてしまってただけ。ならそろそろいい時間だし、僕たちと一緒に会場まで戻るのはどうだろう。夕方の大会に間に合うようにね。いいの？お邪魔にならないかしら。話しながら歩くのもいいものだよ。そうして得られるインスピレーションもきっとあるさ。私もカリロエ様の追句から学ばせていただけることがあると思います。そう言われてしまったら遠慮する必要もないわね。やあ、一つ目のチームが戻ってきたみたいだ。時間通りだね。あれ？他はまだ戻っていないのかい？ほら、急げ急げ！間に合ったんだろうか。君たち、一体どれだけ遠くに行ったんだい？みんな息を整えて。さあ、深呼吸しよう。吸って。大丈夫。大会はまだ始まってないんだからさ。わあ、よかった。間に合ったぜ。本当に疲れた。早く飛べばそれだけ疲れるんだ。しかもオイラたくさん葉っぱを流したんだからな。さっきから手がプルプルしてるぞ。ちょっと運動不足なんじゃない？あれ、ゆくあきたちってば一人多いじゃないかよ。そうなんだ。こちらはカリロエさん。みんなも昨日会ってるはずだから紹介は不要かもしれないけどね。こんにちは、皆さん。こんにちは。ヒヒ、助っ人がいるのはお前らだけじゃないぞ。オイラたちだって。あれ、ショウはいつの間にいなくなったんだよ。ショウ、役者が揃ったみたいだから早速。おや、
もう一人の司会者が来てないじゃないか。ふんふんふん、おんどりは早起きしないといけないし、山柄は夜には寝ちゃうけど、往生堂同士たるこの風太はお呼びとあればいつでも来るよ。もう2日目だぞ。いつまでその大げさな前工場をやるんだ。いやいやいや、パイモンは分かってないね。別に私のためにやってるんじゃないよ。こちらの特別ゲストをお迎えするためなんだから。風同士の奇声雄大なやり方にはいつもながら感心させられる。おや、これはこれは本当にサプライズだね。これは勝利先生、ご無沙汰しています。行明様、こちらの勝利先生とは名の知れたお方なのでしょうか。ああ、勝利先生はあらゆる分野において深い造詣を持ち、リーユエコーでも指折りに人望の厚いお方なんだ。ではでは紹介するね。この人は往生堂の家系勝利さんだよ。上は天文、下は地理まで古今文化史家天石なんでも知ってると言っても過言じゃないの。まあ私の部下とはいえ実力は申し分ないからね。今回はわざわざ審査員として来てもらったってわけ。過分な言葉だ。